さあここからは宮武ショームズが行くのコーナーです。はい、視聴者からいただいた疑問や街で見つけた謎を宮武アナウンサーが解き明かそうという企画です。今回は何やらファンタジックな神社があるという情報を得まして調査に向かったそうですよ。ファンタジックな神社、どんなんだと思いますか？なんかこう光、いろんな光を使ってライトアップ的な、あファンタジーの世界っていう、なるほど、ね、幻想的な感じです。ああどうなんでしょうか、はい、ご覧ください。どうぞ。どんな神社ですか？名前が面白いんですよ。ほう、噂で聞いて。ほう、どんな名前？まだ言いたくないです。なんでやねん、名前が面白いって。早く知りたいよね、名前。名前からしてファンタジーな神社なのだという。謎を解くべく総社市へ向かうが、何、神社あるんこれ、ほんまに、うん、獣道や。田んぼは道でもない。大丈夫、ほらよろけてるし。うわっと、そこでブレーキか。僕が運転した方が良さそうな気がしてきました。鬱蒼とした森、ファンタジーとはかけ離れた道が続く。ちょっと気持ち悪くなってきた。吐きそうやな。っていうかこれほんま解明してほしいんだろうか。これそっとしておいてあげようや。マジでいいんじゃない。ショームズが職務放棄を目論んだその時、突如光が開けた。開けた。おお、これ結構上やで、山の。ほら、だって向こう側のね、稜線くっきりやもんね。いや、ほんまほんま。あ、建物見えた。あ、営みがある、ここに。人の営みが。ちょっと感動。集落を横目にしばらく進むとそこに、あ、神社。あ、魔法神社って書いてる。やばい、魔法。本当にそうだ。なんで魔法、本当に、魔法使いおるんか。総社市ケヤキにひっそりと佇む、その名も魔法神社。鳥居のようなものは見当たらない。神社なのに魔法、一体どういうことなのだろうか。すごいな。車を降りて向かおうとしたその時、止まっている車を発見。すいません、地元の方ですか？全然違う。そこの神社、はい、名前が魔法神社って書いてるんですけど、はい、ここに来たんです。あ、そうなんや。こちらの夫婦、広島県から訪れたのだという。なんで来たんですか？変わった神社があるけ寄ってみる。ただまあ道中大変だったんですけど。ですよね。やっぱりそうなんですよね。大変やった。後日この2人から番組宛てにメールが届いた。夫がスマホで撮りました写真を送ります。下の方に光と、しめ縄より上が少し白いかも。何やら不思議な写真が撮れたらしい。ちょっと当てる。それがこちら。魔法の光のようなものが、魔法使いがいるのか、はたまた魔法が使えるようになるのか。早速神社に向かう。これでもいい雰囲気だよね、おごそかで。ここや、ほら見てください、ここや。あれ、え、何あれ、青い、ん、神様、タヌキこれ、あ違う、あ、タヌキ、タヌキやな、タヌキの神様、すごい色、青い。総社市の北部にぽっかりと空いた空間、そこには鳥居も狛犬も見当たらない。あるのはお社と青いタヌキのみ。なんとも不思議な魔法神社。なぜ魔法神社なのか解明したいですと、お願いしますと。解決を神頼みしたショームズ、ここであるものを見つける。ノートがあるの、ノートが。これで青いタヌキ交換しに来ました。大きい方も連れてきました。魔法神社2回目です。タヌキ交換、タヌキが重要な位置づけの神社。そうやな、はい、こいつや。こいつだけ、この方や。ダメダメ。
先ほど見つけた集落に戻り聞き込みを行うことに。すいません、 RSK 山陽放送なんですけど、魔法神社っていう神社が終わりになりますよね。この集落で管理されてるんですか？あ、現在18世帯が住んでいるという総社市の欅地区、魔法神社はここで管理しているのだという。子供の時はね、魔法神社ってすごく牛馬の神社でね。ほう、牛馬の神社。魔法神社の日には牛をみんな連れてね、あの上に上がって、あの道を牛が上がるんですか？上がってたよ。奥さんによると牛や馬を守るための神社らしい。しかしこれ以上はわからないということで、井上健二さんとおっしゃって、井上さん、井上健二さんという方に聞けばわかるかもしれないという、はい、そこでこんなことを聞いてみた。解決できたら魔法が使えるようになるんでしょうか？ちょっとしたら使えるかも。そうやろ。使えるかもわかりませんよ。めっちゃいい方でした。はい、ありがとうございました。井上さんのご自宅は、鍵を握る井上さんを探しに行く。こんにちは。はいはい。あ、すいません、はい、井上健二さんのお宅って奥さんご存知でしょうか？はいはい、ここじゃなくてな。ここじゃない。井上さんではなかったが、魔法使いらしき方が現れた。魔法神社行ってきたんだけど。ああ、そりゃそりゃすいませんな。ちなみに奥さん魔法使えろ？魔法は使えんで。もし魔法が使えるとしたら、安全でなんじゃ、お金もしてあって洋服な子供には ねんまでもう思うことが多いわ。奥さん、はい、現実的やな。ほんま、ね、休日会ですけどな。ほんま魔法にかけられとるわ。ええ魔法に奥さん。ありがとう、はい、ありがとう。もう100まで行きます。いや、ありがとう。魔法かかってるな、元気になれ言うて。魔法使いには会えたが、魔法神社とタヌキの謎は残されたまま。真相に近づくことができるのか。こんにちは、すいません突然に。ショームズ、魔法神社の謎を解くことができるのか。井上さんのお宅ですね、ここがね。お母さん教えてくれました。こんにちは、すいません突然に。こちら地区の総代をしている井上健二さん、これまでの経緯を話してみると。なんでタヌキがあるんか言うたら、はいはい、タヌキをもともと祀っとったんですよ。え、詳しい資料を持ってきてくれた。魔法神社は九毛ダヌキを祀っている神社になります。九毛ダヌキとは、人に化けることができる伝説上のタヌキ。岡山県内にいくつかの逸話が残されている。時は室町時代、ヨーロッパからの宣教師が乗る船に紛れ、九毛ダヌキが日本にやってきた。各所を放浪した後に岡山県へ。人に化け、人間と同じような暮らしをしていたんだそうな。そんなある時、これまでの感謝を込め、今後は牛や馬の難儀を救いたいと九毛ダヌキが申し出た。村人はこれを徳とし、九毛ダヌキを牛や馬の守り神とする神社を建てたそうな。でも魔法とタヌキ全然こう因果関係わかんないです。疫病が流行った時にタヌキが魔法をかけて、はあ、その疫病を治めて、なるほど、ここから魔法神社という名前の由来があるやり聞いたんですけど、それでも諸説あるんですか？諸説あるんで、はい、もう一つの説はというと、
マリシテン。マリシテン。マリシテンはカゲロウを神格化した存在で、護神の神として信じられていましたと。神社のある場所にかつてマリシテンの社があったそうで、これが転じて魔法。マリシテン、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 魔法。結構無理がありますけど。ちょっと無理ですね。九毛ダヌキが魔法をかけたから、それともマリシテンが転じて。由来には諸説あるが、このタヌキは熱心な信者が神社に寄贈したものだという。では最後に、井上さんは魔法を使えますか？一回使ったことがあります。ちょっと待って、予想外の。どんな魔法を使ったんですか？まあ連れ合いがいるじゃないですか。あ、奥様？うん、はあはあ、奥様に。ちょっと僕が魔法かけたんか魔法かけられたんか。ちょっと、あ、魔法をかけられた奥様登場。どうです、今幸せですか、奥さん？おかげさまで幸せ。なんとか幸せの。ご主人、いい魔法かけたね。ありがとうございます。魔法神社とともに笑顔で暮らす人々の営みがそこにあった。え、でも交換は何だったんでしょうね。タヌキの交換ね、気になりますよね。綺麗にされてたのかな。そこは解き明かせてないんですね。そういうことなんでしょうね。でも最後ロマンチックな魔法でね、なんか、やっぱなんかあの神社が地元の皆さんに愛されてんだなっていうのが分かりましたね。そう、確かに。ちなみに行き方なんですけれども、取材班は吉備中央町側から向かったために大変険しい山道だったそうなんですね。あの総社市側から向かうと、もう少し行きやすい道だそうです。楽なんか、あ、ありましたもんね。普通にだってあの欅集落に向かう道、しっかり整備された綺麗な道がありました。ありました。楽なルートがあるということですので、ちゃんと調べていくように。はい、そうですね。はい、ぜひ興味がある方は行ってみてはいかがでしょうか。はい。